マテリアルズ愛。鮮やかな色。世の中は様々な色にあふれていますよね。ご存知の通り、これは太陽の光がいろんな色の光の集まりで、その中からどの光を反射するかが物質ごとに決まっているからですよね。緑色だけを反射するものは緑色に、赤色だけを反射するものは赤色に見えます。だからこれ、黄色い光しか含まれていない光を当てると世界は黄色一色、濃淡だけでできたモノトーンの世界になってしまいます。赤いものはこれ、緑のものはこんな感じ。もともとの光が黄色しかないので反射できるのも黄色だけ。すべてのものは黄色くなって、違いはその濃さだけっていうことになるんです。色のない世界なんて嫌だという方、こちらを見てください。黄色だけの世界に別の色が生まれています。画像加工ではありませんよ。生の撮影映像のままです。なぜこうなるかわかります？実はこれ、蛍光物質を含んだ樹脂だったんです。蛍光ペンの蛍光。ある色の光を吸って別の色に変換した光を出しているんです。この場合、黄色を吸って赤い色を自ら作り出しているから、周囲に関係なく独自の色を生み出すことができます。反射ではなく自分で発光するから可能だったんです。でも変ですよね。蛍光物質ならこの中に黄色と緑のものもありますよね。黄色はともかく、緑の樹脂が緑色に光っていないのはなぜなんでしょう？これも蛍光の原理から当然なんです。蛍光は当てた光よりもエネルギーの低い光しか出すことができません。緑色は今回当てた黄色い光よりエネルギーが高い色です。黄色を当てても緑色を発光することはできないんです。モノトーンの世界のたった一つの色、光の原理をうまく利用して作り出していたんです。